テクノプロホールディングス株式会社は日本の人材派遣会社テクノプロ等を統括する持ち株会社本社は東京都港区六本木六の十の一六本木ヒルズモーリタワー本校では暫定的に同社の前身であるプロンプトホールディングスの内容も併記する2016年現在はテクノプロが手掛ける技術者派遣が事業の中心であるがかつては 日雇い派遣や軽作業派遣を中心とした人材派遣のグッドウィル、訪問介護などの介護ビジネスを担っていた。コムスン、かつて事実上の業界最大手であったクリスタルの3社を中心として人材派遣事業や介護事業を手広く手掛けていた。しかし、コムスンの介護報酬不正請求やグッドウィルの違法派遣などの不祥事をきっかけとした両社の廃業。 それに2008年秋以降の景気悪化による労働者、派遣需要の急激な落ち込みが重なって経営が悪化し、外資の支援の下で経営を立て直すこととなった。その後技術者派遣に事業領域を集中させたことが走行し、2014年には外資の支援の手を離れ、東証に再上場。メーテックと並ぶ業界大手となっている。1995年、 株式会社グッドウィルを佐藤治む、川上信一郎、神野明氏の3名が中心となって設立する。グループ、会社の中心人物であった折口正宏は総合商社、日商祝い所属時に日商祝いとイギリスレジャー企業との共同出資でバブル景気後期の1990年代初めに営業をしていた大型ディスコジュリアナ東京。 六本木ベルファーレなどの立ち上げ経験があるのみであったが、計作業請負で、日払いのスタッフへの給与を払う資金が尽きたところへ、折口が自己資金を投入し、外部の資金も導いたことがきっかけで役員となった、あと代表となったのであり、創業者の一員ではない。その後、グッドウィルグループ株式会社に、 称号を変更するが、副会長だった佐藤が株式会社マスターピースを分社独立して去ったことにより、折口によるワンマン経営となった。2004年8月に、グッドウィルグループは持ち株会社に移行。全社名のグッドウィルはアメリカ合衆国で創立された社会的弱者の職業訓練、自立支援のために寄付された古着、古本、 家電などの再生販売をして多額の収益金と雇用機会を生み出している非営利団体の名前から取ったもので善意、商売上の信用の意。アメリカのグッドウィル・インダストリーズはコミュニティビジネスを行う事前団体として広く知れ渡った名称であり、日本とは無関係である。二千七年五月の東京ミッドタウン開業時に本社及び関連会社のほとんどを 旧防衛庁跡地に建設された東京ミッドタウンタワーに移転する予定であったが、同年に発覚したコムスン問題などがあり、実際に移転したのは以下の10部門である。しかし、ラディアホールディングスの事業再建計画を達成するため、ミッドタウンタワーから全て撤退し、2008年11月1日4日に、ほぼ全ての企業を六本木ヒルズ森タワーに移転させた。 なお、一部企業は、東京都中央区日本橋室町の小賀ビルに移転させたが、2009年7月1日をもって、ラディアホールディングスが技術派遣事業を特化することにより、プレミアスタッフ及びプレミアラインが事業上と、またラディアホールディングスの特例市会社のラディアスマイルと、プレミアスマイルが合併されたため、2009年7月1日現在、 事実上グループ市会社のすべての企業が六本木ヒルズ森タワーに入居している。2007年春から2008年初頭にかけて戦術したコムスン問題やグッドウィルによる違法派遣が発覚、行政処分を受ける。財務状態もクリスタル買収で折口保有の株式を担保として900億円近い借金をするハイリスクを伴う手法を取ったために、 短期債務が膨らみ、コンプライアンス違反も悪影響して収益悪化どころか経営破綻すらあり得る状況であった。これを嫌気した主力銀行である水保銀行は3月13日までにサーベラスキャピタルマネジメントとモルガンスタンレーに債権を売却、川上は社長を、織口は会長を退任した。織口はプレミア系米国法人の川上は グッドフィルの相談役としてそれぞれ残ったが、経営の主導権は完全になくなった。公認社長には、社外取締役の堀井慎一が就任。今後、この二社連合の主導のもとに経営再建が行われると見られたが、直後の3月21日にユナイテッドテクノロジー、ホールディングスが118億円を投じて3割の株式を取得し、筆頭株主に、 提携を模索したが条件が折り合わず、5月1日に破断している。とは28日に開かれた同社の株主総会で、グッドウィルグループ株式売却の方針を示し、11月6日に全保有株を売却した。5月、全事業所で行政処分が明けた、グッドウィルなどの日雇い派遣事業を売却する方針を示唆し、 交渉も行っていたが、6月3日にグッドウィルの本社課長級も含めた従業員3名が二重派遣を補助した容疑で逮捕されたことで交渉が中断。法人としてのグッドウィルも書類送検され、6月24日に従業員ともども略式による罰金刑を命じられ、即日のオフした。これにより、 グッドウィルの事業許可が取り消されることがほぼ確実となったため、翌25日、グッドウィル取締役会にて2008年7月31日までに、グッドウィルのすべての事業を廃止することを承認決議、GWG 取締役会も即座に、その報告を受けた。これに伴い、同日付で、グッドウィルの中本和明代表取締役を除く全役員が退任し、 中原も兼任する GWG の執行役員を辞任する。グループ全体の売上の6分の1強を占めていた日雇い派遣事業からの撤退により、グッドウィルグループ本体の経営再建に著しい影響が生じることとなった。今後の主力として掲げられたプレミア計画者も含めたグループの経営先行きの不透明さがより増す形となったことで、 スポンサーたるサーベラスモルガン連合の動きも含め、今後の成り行きが注目されることとなった。2008年10月1日には、称号を、ラディアホールディングス株式会社に変更した。2009年2月には、上記サーベラスモルガン連合が、第三者割当て増資を引き受け、筆頭株主となっている。このほか技術者派遣以外の事業の縮小と人員削減や、 本社移転等による収益力の回復によって財務体質の強化と事業の再生を図ろうとしているところである。しかし、上述したグッドウィールやコムスンの廃業によって巨額の特別損失の計上を余儀なくされた結果、2008年6月期決算で債務超過に陥り、労働者派遣需要の急激な落ち込みも重なって一層の業績悪化が見込まれるなど、 再建の道のりは険しく、2009年6月23日に、指摘整理手続きの一種である、事業再生 ADR の利用を申請し、同手続きを通じた経営再建を目指すこととなった。業績悪化で、債務超過状態の解消のめどが立たず、上場廃止基準に抵触する可能性が高いことから、同年6月15日に、東京証券取引所は、 ラディアホールディングス株式を管理名柄に指定した。同年9月28日の定時株主総会で全株式を当社が無償取得することが議決されたため、10月29日付で上場廃止とすることを決定。2012年4月にジャパンユニバーサルホールディングスアルファ株式会社の称号をテクノプラホールディングス株式会社に変更した上で、 プロンプトホールディングス株式会社などから参加企業の譲渡を受けた。2014年7月、エンジニア、研究者を中心とした技術系人材サービス事業4社を経営統合し、株式会社テクノプロを設立。機械、電気、電子、組み込み制御、情報システム、情報インフラ、プラントエンジニアリング、科学、バイオ、医薬、 新素材など各種技術分野における研究開発や商品開発などの技術サービスを提供。2006年7月18日に富士オーネテクのソリューションズの買収を発表。10月1日には富士オーネテクのソリューションズとグッドウィルエンジニアリングを合併させた。この合併の存続会社は富士オーネテクのソリューションズ合併後の社名はグッドウィルエンジニアリングである。 さらに2006年11月17日に、系列投資ファンド、人材サービスファンド投資事業有限責任組合を、通じ、事実上業界催大手と言われていた、クリスタルグループを、約880億円で買収したと発表。ただしこの日付は正確ではなく、後日訂正が行われている。この買収により、業界最大手となったが、買収に伴う多大な借り入れ、重複。 不要事業の整理、買収企業クリスタルの事業に関する問題を、どのように処理し、公正な企業統治を図っていくのかが注目された。なお、本買収に関しては、情報開示が遅れ、かつ訂正があったことは、不適切であり、改善を求めるためとして2006年12月11日に、東京証券取引所より報告書の提出を求められ、12月25日に、東証へ、 改善報告書を提出している。東京証券取引所へ提出した改善報告書には人材サービスファンドコリンシアン組合が連結対象になっていることを記載したもののグッドウィルグループ HP の関連会社の項目には一切記載されておらず実態がやや不透明な状況になっていた。その後、コリンシアン組合の代表である コリンシアンパートナーズから関連株を含めたクリスタル株の完全分配を受け、人材サービスファンドは脱退、解散している。脱退、解散した詳細の理由については不明であるが、同ファンドが買収3ヶ月前の設立であり、事実上のクリスタル買収専用のファンドとしての側面があった。折口は本買収成立後の週刊ダイヤモンドの取材に対し、 クリスタル買収を前々から狙っていたと発言している。本件は2008年に入り疑惑の報道が相次いだ。その後国税庁は買収の時、創業者一族への30億円の和解金は経費に当たらないとして、買収の際の資金の流れが所得隠しに当たるとして追徴課税した。この買収は一大スキャンダルに発展し、 クリスタル側の株式売却額が500億程度であり、差額の380億と一部の株式のうち180億と株式がコリンシアンパートナーズに残る200億を出資者である格闘技団体代表らで分け合ったとされる。コリンシアンパートナーズは現在法人税を滞納しているとのことで国税当局からマークされていた。なお、同社は買収に わざわざ投資組合を二重に開催させていたこと、コリンシアン組合が受け取った、手数料や配当としてはあまりに額が多すぎたこと、コリンシアン組合への出資が、グッドウィルの、それ以外は虚偽であったことが、明らかになった。2006年12月2日、5年間の西武ドームと、西武ライオンズのファームチームの命名権を取得。隣接する、西武鉄道の西武球場前駅誘導看板。 西武ドームの観客出入り口の案内看板などは年末までに準備を進めて2007年1月1日グッドウィルドームとしての運用が開始されたファームチームについてはグッドウィルとして同日より名称変更されたしかしながら同年12月19日に関連会社のグッドウィルが東京労働局から不利益処分を受ける弁明を求める通知を受け これが報道により明るみに出たことで、命名権の返上をせざるを得なくなった。2008年1月8日、正式に命名権契約の解除が発表され、翌9日より、本拠地名称が、西武ドームに、2軍のチーム名称が、埼玉西武ライオンズとなった。技術者派遣その他なお、テクノプロサポートという同業者があるが、こちらは、東芝コンシューマーマーケティングの完全子会社であり、 テクノプログループとは一切関連がない。以下すべてプロンプト HD 社に関連するものである。西部グループの西部不動産に売却。現在は西部ペットケアに社名変更。事業売却により2009年解散。2011年生産終了。事業廃業により2009年解散。現在は生産法人。2008年12月にダイヤモンドダイニングに 売却され、2013年3月に、ダイヤモンドダイニングに吸収合併されている。担保権が執行され、実質第三者の手に渡る。2010年4月30日、株主総会の決議により解散。5月21日、特別生産。以下4社は株式会社テクノプロに統合。ありがとうございます。